ー位に点取れない理由は複数あるからな。 ゴールに向かって角度を作った走り方ができなかったり、タイミングが自分本位だから、味方が出しやすいところで出てないもあるし、あと1対1になったりとか、チャンスの時に、体の向きの作り方っていうか、へその隠し方できてないから、シュートが同一方向にしか打てなくなってたりとか、キーパーに可能性をもう潰されやすいような打ち方なてるとか、でも今言ったことって全部技術なんですよ、今言ったことって。だからどこから直していくのかみたいな。だからこの直す箇所が少ない選手を獲得した方が、まあ、 いいんですけどまあもう取っちゃったしねで頑張れないわけではないから花もあるしあとはもう今後の監督がどうしていくかですよねダーウィンがな右ウイングできたらなサラーマン中でダーウィン右の方が機能するんだろうけどなダーウィンのところなそこもうちょっと落としたりとかね一旦溜めたりとかそこの判断いい選手いたらなって感じっすよねが学歩は学歩でねなんか 普通にボンミスみたいなのもあるからね。いや、どうしてもね、もうフィルミーノの影がありますからね、あの位置って。でもやっぱ、基本ね、迷うぐらいなターウィン使うのは分かるからね、ビジネス上。普通にそぼすらいゼロトップとか試してみてほしいですけどね。ディフェンスラインに助けるのもフィルミーノできるけど、そこは求めないしても、前線での瞬間的なね、判断力と実行力っていうか、まあ、どうしても普通、リバプールのフォワードじゃなかったら別にこんな言われないんだろうけどな、プレミア優勝するチームのフォワードだと、その判断しちゃうかっていうのが、うん、ちょっと多すぎるのあるよな。 そすらゼロトップはっていうよりトップ下みたいなイメージだけどねもうサラーとルイス・でやすで,でブラッドリーもロバートも高い値取れるからねそうだから決めれるとこ決めれないとか失わなくていいとこ失うとかあると流れは悪くなるからな絶対矢ザさ,さんだったらイバップルのどこ変えますかビルドアップでフォーバックでやるんだったらペン幅4枚にしてキーパー含めてビルドアップするんだったら3枚にするね反対こうなってプラス1枚は絶対降りとけって,言ってであと人をだと僕だったらダーウィンは、まあ、獲得してないんですよでいる状態で僕だったらそぼ スライゼロトップかサラーとルイス・ディアスと連携できる選手が起きますね、ファイナルサードで。で、こういうの言うと、あとで点取ったときに、あれって言われるんだけど、僕はもう90分とか、全体の話をしてるって感じですね。このあとダーウィンで2点取れるとしても、他の選手だったら前半に1点2点取れてるって、正直思ってます。で、これはもう、シーズン初めからもう、エルゴラかなんかの選手名鑑のでも喋ってるから。 そうでこういう時ダーウィンも頑張ってるんですよっていう人いるんだけど頑張ってるのは知ってるっていう頑張ってる上で何を変えなきゃいけないかでいうとダーウィンってこのディフェンスはここにいちゃうからここから裏抜きするとオフになるし左で受けれないから受けようとして後ろから潰しにくる選手によってギャップできるじゃんこれもできないのこれが間にいてくれるとこうね、うん、パレス用にするけどこういう感じかこれさ間にいてくれると。 ててとかズレてとかかでこうここにれがない状態でこういうところから裏抜けするからオフになっちゃうしボール引っかかった時もここにいるとさ縦パスとか裏抜けのパスやります引っかかりますこっからゲーゲンプレスかけれるでしょこれもないのよ自分裏抜けしようとしてタイミング合わないでオフになってるし相手に引っかかるしみたいなでこれはいろんな監督がこれやっちゃうしハーランドも最近こうなってるからこれはもう直さなきゃいけないこれサッカー界の文化としてはおかしいところ常識がおかしいこれはでもこれを 間とかにいてくれてると結果これによってズレができるからで3バックの真ん中とか2センターバックのこの間のエリアにこういるのって基本意味ないですこれ意味あるのって裏にこっちとかサイドにボールが出てそれの折り返しの時に早めに行けるって時だけで基本ここはもうゲームから消えるだけだからでこういうのがソボスライとかそういうゼロトップ型の選手だとここでボランチより低い位置に行かないでくれれば何やってもいいっつってどんどんボール受けてくれって言うとここで受けられるの嫌でギャップできるからそこにサラーが走るとか。 そこにルイス・ディアスが走るとかインサイドハーフが飛び出してくっていうのが起きるっていうでそれが引っかかったとしても低い位置いるから切り替えの瞬間にここで守備ができるとかプレスバックも速くなるから遠藤が一人で頑張んなきゃいけないって状況減るっていう皆さん考える今シーズンのリバプル優勝するための状況ありますか エリオとインサイドハーフとかいいと思いますけどねとかサラー・ディアスの一番いい3人目のパートナーをもう決めた方がいいねっていうのとあとは遠藤の脇のインサイドハーフにちゃんと守備の原則のところ遠藤がずれた場所のカバーっていうのを徹底させるおおいや決めろよそれは <laughs> 逆にむずい感じ <laughs> なんで決まんないのって言ってたもんなダーもななんでってそれは決まるだろうっていうでも決めれない時期って力入りすぎてね負荷したりとかあるんだよなそれ だってあんな近距離のボレーシュートも当てるだけですごい強いシュートになるけどそれができなくなっちゃうんだよね、決めたすぎてね。あのケチャドバ現象っていう、あとあの軸足踏み込む位置近くなりすぎてね、あのシュート切り分けられなんですね。 ね、僕ダーウィン使うんだったらそれこそクロス上がってくるあのクロス上がってくる側の逆のセンターバックの背中からクロス飛び込めとかこういうクロスに対してこう飛び込んでくれるダーウィンだったら頼もしいじゃんでもダーウィンなんかニアゾーンランしたりクロスに対してなんかニアに入ってって絶対決まんない角度で走ってったりするんだよ「オフにならないように抜けたカーティス頼む」「あっ <laughs> 決まんないか <laughs> それ決めてくれないとだったらダーウィンの方がいいよだって花あるんだもんカーティスも花ないわけじゃん」 攻撃面問題としては、この力っていうのは何かっていうと、クロスとかそういうところで目線揃えらんないんだが、最後のところのコンビネーションとかで崩すしかないじゃないですか。やっぱダーウィンのところで目線揃わないんだよね。その、裏抜けのところ助走つけれてないとか、前半に言ったような問題だったり、あ、そこそっち側でワンツーしちゃうんだとか、そこのセンスは正直言って乏しい選手だから、ってなると、そういう選手はどうすればいいか。フィジカル強いから、やることを徹底させる。つまり、もうクロスの時に、ファー側のセンターバックの背中から飛び込めと。 でかい人入ってくると簡単には対応できないしそこに引っ張られたら他のスペースが空いてくるからそういうタスクの簡略化みたいなのてない。 でこれすると、ジャカが復活したりとか、アーセナルであの、ウーデゴールがアーセナルで復活したりとか、まあ、いろんなところでさ、そういう不器用な選手の生かし方なんですよ、それってで。そういうのもやってないから。で、ダーウィン下げて、ダーウィンほどパワーはないけど、清めなガクポ入れたり、ジョタ入れたりしたでしょ。その時に、サイドから強引チャンス作って、中で決めれる選手のジョタ入れるみたいなのを、ルイス・ディアスも下げてるから、破壊力落ちてるっていうね。私、レオザ・フットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習で、セレク を開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから jd が排出を目指す僕らとしたステップアップも大関係です概要欄の url からのご応募お待ちしております